視聴者の皆様こんにちは。高配当レース狙い専門旧世術式競馬予想チャンネルモグハンターです。今回は8月1日に中日曜日新潟11レースの関越ステークスとおまけで函館11レースクイーンステークスの予想をしていきたいと思います。よろしくお願いします。では目次です。最初に8月1日日曜日の暦の解説をしていきます。その後新潟11レース関越ステークスの予想をしていきます。それからおまけの函館11レースクイーンステークスの予想をしていきたいと思います。この日の暦は一泊水星仏滅ですね。旧星が一泊水星、六曜が仏滅です。なおここでは競馬に関係のある勝利だけを取り上げていきます。一泊の勝利はまず夜ですね。夜は昼の裏側ですので、一泊の日は人気の馬の同枠に入っている人気薄の馬が来たり、例えば8枠が人気であるとすると、その裏の人気薄の1枠や7枠が来やすくなって高配当をもたらしてくる楽しみな日なんですね。また出目では筋の1枠4枠7枠が出やすい日ですね。もう一つの意味では、水は低気に流れると言われているように、低いそこから安いっていう勝因も出てくるので、一泊の日は一番人気が強いレースが多くて、全体的には低配当のレースが多く休めの日になりがちで、その中でどのレースが裏側の人気薄の馬が絡むレースになるのか見極めるのが難しい日ですね。一つの目安としては、午前中に高配当のレースが多ければ後半戦は特別戦が組まれていることもあり低配当のレース傾向になりやすいですし、メインレースがどう見ても硬そうだっていうレースであれば前半の2レースとか特別戦に入る前の8レース、メインレースの裏側ともいえる10レースや最終12レースが波乱度が高めになり、そういうレースでは同枠の人気薄の馬が激走しそうだっていう期待が高まりますね。また低いっていう勝利から一泊の日には最低人気やブービー人気の馬が馬券に絡んだりしやすい日なんですね。一泊水星っていうくらいですので、水とか川、海、雨天などを表しますから、ウォーター、アクア、マリーン、オーシャンなどの名前のついた馬、水に関連した字の入っている騎手や馬主にも注意で、その馬が来なくてもサイン馬には良くなるんですね。あと白といっても1枠だけではなくて、旧星の6泊、8泊にも白の字が入っているので、6枠8枠も来やすい枠になりますね。あとホワイトや雪のスノーなどがついた馬も注意ですね。あと同性っていう意味があるので、オスオスやメスメスでの決着っていうのがよくあります。また千馬が来やすい日でもありますね。それでは六曜の仏滅の解説に入りたいと思います。まず仏滅の日の勝因についてですが、仏滅の日は何事をするにも今日という日で、葬儀だけを行っても良いという日なんですね。ですからこの日は黒に縁があって二枠が出やすい日です。あと寺とか天、経典、法典の天ですね。あと法などの字の入った騎手や厩舎、馬主などが注意で、その字の入った枠やその枠自体来なくても隣の枠が来たりっていうサインになったりするんですね。また仏滅は「のっと何々」とか「のう何々」のような窃盗時のような役割も果たすので、
旧姓に仏滅がついた日はその旧姓の生意を打ち消すような働きもするんですね。仏滅っていうのはそのように凶っていう悪い意味を表すので、それでは旧姓に仏滅がついた日は常に結びついて連関するのかというのが気になるところですけれども、例えば一泊仏滅っていう日に一番人気がよく消えたっていうような日も今まで確かにありましたし、三匹の日は三番人気がよく来たり若い騎手や若い馬が来たりする傾向の日ですけれども、仏滅がそれにつく日だとその逆の結果だったりしたこともありましたね。しかし全く関係のない日も多いですね。ですから旧姓といつも必ず結びつけて考えるのではなくて、仏滅の日はそうなる可能性もあると頭に入れておいて慎重に予想することが仏滅のついた日には大事だと言えそうですね。それでは新潟11レース関越ステークスの予想をしていきたいと思います。まずこのレースの波乱度予測からですね。前回のメイン予想の豊坂特別は1番人気3番人気5番人気で決着して3連複4000円という大低配当で終わりました。メインレースの越後ステークスの方は3連複4万6000円で迷った末に豊坂特別の方を選んだんですけれども、完全に裏目に出ましたね。開幕初日土曜日の予想っていうのは、馬場状態がわからない中での予想でどうしても的中率が落ちますけれども、高配当レースは日曜日よりも土曜日の方が多いのでね、仕方ありませんね。今回予想する関越ステークスは土曜日の馬場状況レース傾向を見た上で予想できるのは良いんですけれども、高配当になってくれるかどうかですね。一泊の日なので函館のクイーンステークスの裏側の開催であるこちらのレースの方に波乱を期待したいですね。連日日本の金メダルラッシュで世相が大いに盛り上がってますけれども、今は競馬でもこのオリンピック絡みの馬券抜きには的中は考えられませんね。オリンピック関連のニュースは絶対に聞き漏らせません。連日候補馬の選定ですが、新潟の天気は晴れ真夏日で両馬場の予想ですね。馬場状態は高速馬場で1008は外回りコースになりますね。土曜日の1008戦の2クラ見た感じでは逃げ馬は捕まりますけれども、まだまだ先行馬有利ですね。差しも届くという印象ですね。オリンピック馬券としては日本選手の金メダルラッシュが続きますけれども、旧姓では金の色っていうのは黄金というように合同性なんですね。で5枠と5番15番が出そうなので要注意ですね。他では日本選手団の関連カラー赤青オレンジの枠に注意です。一泊水星の日なので筋のいい数値の枠と1番白枠の6枠と8枠を抑えたいですね。金メダルラッシュの中では黒星っていう意味の2枠は縁起が悪いんですけれども、仏滅の日なのでやはり抑える必要がありますね。一泊水星の日なので最低人気ブービー人気馬にも流したいんですけれども、前日なのでね、どの馬が最低人気になるか分かりませんので、あと夏日になりそうで牝馬に注意ですね。関西馬中心で関東馬を連した候補だと思います。あとは新潟実績1008実績とローテの良い馬がいいですね。両馬場高速馬場であればディープインパクト3区狙いたいところです。連日候補馬の選定ですが、以上の基準をできるだけ多く満たしているまで実行して、2頭の連日候補馬として選んだのは熟馬1が1番のワンダープチックですね。これはローテがよくって、新潟は1008で勝っているのがいいですね。熟馬には12番のフランツです。こちらはもうディープインパクト3区で6歳オスですけれども、1008実績がよくって先行できる足があるのが魅力ですね。熟馬から流す馬の選定で済みます。2番のウィン・イクシード、3番のフォックス・クリーク、4番のジュン・ライト・ボルト、5番のサトノ・ウィザード、7番のフィリア・プーラ、8番のインビジブル・レイズ、9番のアバル・ラータン、10番のサトノ・クロニクル、14番のソッサ・スプレイの10頭ですね。このレースの買い目ですが、先ほどの連日候補馬から10頭に流して
三連複一等塾流し10点買いで4500円 ×2、9000円で勝負します。2ラインが多すぎるという方はどちらか好きな方に絞るというのもいいと思います。次に函館11レースクイーンステークスの予想です。前回おまけで予想したアイビスサマーダッシュは八白の日で両端と千分の日でもあったので一枠一番に流した14番人気のバカラクイーンが3着に残って3連複5万8000円になりましたけれども、軸に取った8枠と4枠が来ず取り損ないました。函館記念の時には14番人気アイスバブルを軸にしてそれでも取り損なったこともあり、今後はまあこの教訓を踏まえて昨年の夏にもやったんですけれども、要所要所で軸馬に自信があまり持てないような時には3連複ボックス馬券で勝負して後輩と馬券を取り逃さないようにしたいと思いますね。ここのところずっと1レース9000ぐらいでやってきたんですけれども、3連複ボックス10点買いだとプラス3000になってしまいますけれどもね、的中しなければどのみち全てパーですから、まあ那須競馬はこれでいきたいなと思ってます。今回予想する函館のクイーンステークスは1番人気が強いレースとして有名ですけれども、一泊の日ですので人気枠の裏側の人気薄の馬の方に流していきたいので、今回は3連単二等軸流しでいきたいなと思います。オリンピック馬券として金メダルラッシュにあやかって黄金の5枠を軸にしたいですね。もう一等の軸も日本選手団の関連カラー赤青オレンジの中から選びたいですね。一泊水星の日なので、筋のいい数値1枠4枠7枠と1番それから白の枠6枠8枠を抑えたいですね。日本選手団の白星ラッシュの中で黒星の意味の表す2枠の黒は縁起は悪いんですけれども、仏滅の日なのでこれも抑えないといけませんね。あとはローテーションの良い馬1008実績も重視ですね。あとはオリンピックでもあるので外国人騎手が馬券に絡みそうですよね。買い目としては今回は3連単2等軸流し2ラインでいくので軸馬は6番のマジックキャッスルです。一番人気確実ですけれども、国枝栄厩舎っていう名前はもう今のオリンピックの日本の躍進にふさわしい名前ですよね。ここから2等軸なので対抗1が2番のイカットですね。対抗2は3番のフェアリーポルカです。この組み合わせ、6-2 と6-3の組み合わせから流す馬ですけれども、以下の8頭を選びました。1番のクラバシュドール、4番のローザノワール、5番のドナ・アトラエンテ、8番のウィン・マイティ、9番のテルツェット、10番のサトノ・セシル、12番のシゲル・ピンク・ダイヤプラスもう1頭の対抗馬、以上8頭ですね。今回は軸馬と対抗馬2頭から8頭に流して3連単2等軸マルチ8点買いで計4800円 ×2、9600円で勝負します。今回も頑張ります。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。